県のですね、一番県北になります、はいはい、こちらの海岸線がですね、約20キロございます、うん、でその中のこちら一番南の地区になりまして、はい、水が寄せたのとですね、先ほどの沖田側からの熱水で裏側が浸水しているような状況になります。こちらを受けまして津波の避難道路ですね、先ほど大大震災が茨城県にもたらした被害に改めて思いをいたしましたが、同時に復興の取り組みが力強くかつ着実に進んでいることを実感いたしました。引き続き現場主義のもと現地に足を運び、一日でも早く復興の実現に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。ハードの部分について言うならばですね、避難道路を着実に進めていかなければなりませんし、そしてまた防潮堤の整備も進めていかなければなりません。これもですね、あと2年、今日でありますので、その間にやるべきことは全てやり通すと、そういった思いで私の方は進めてまいりたいというふうに思います。